レプソル・ホンダ。レプソル・ホンダは現在ロードレース世界選手権のモートジッピークラスに参戦するホンダレーシング直轄のワークスレーシングチーム。より、スペイン企業、レプソル・ユーフのスポンサードを受け現在のチーム名になった。なお、この項目では、レプソル・ホンダ以前も含めの HRC 設立以降の最高峰クラスでのワークスチームの活動につて記す。 9月1日に HRC が設立され、ホンダのワークスチーム運営を、ホンダ技術研究所から引き継ぐ。この年は、第7戦スパで、フレディスペンサーが2ストローク3気筒の NS500 で、初優勝を果たし、年間2勝を挙げ、シリーズ3位に入った。チームメイトの片山隆史は、第10戦アンデルストープで、 日本人二人目の 500cc クラス優勝を挙げ、シリーズ7位に入った。翌日スペンサーは、ヤマハのケニー・ロバーツと激しいタイトル争いを展開、年間12戦のうち6勝ずつを分け合った結果、わずか2ポイント差で、スペンサーが、ホンダに 500cc クラス初チャンピオンを垂らした。片山は、シリーズ5位に入る。チームは、 V4 エンジンの NSR500 を投入。スペンサーはレースによって NS と NSR を使い分けたがシリーズ4位に終わった。よりロスマンズがメインスポンサーにつき、HRC はロスマンズホンダとして世界選手権を戦うことになった。この年はマシンを NSR に統一したスペンサーがチャンピオンに返り咲く。 またこの年スペンサーは 250cc クラスにも参戦し、そちらでもチャンピオンを獲得している。2番、ワインガードナーがチームに加入。開幕戦で右手首を負傷したスペンサーは、その後シーズンを欠場。代わってエースライダーとなり奮闘したガードナーは、ヤマハのエディ・ローソンとチャピオン争いを繰り広げ、3勝を上げ、シリーズ2位に入った。またヤシロ・が、 スペンサーの代役を務め、シリーズ13位に入った。イガードナーは、ラッキーストライクヤマハのランディマモラと、チャンピオン争いを展開、シーズン7勝を挙げ自身初のチャンピオンを獲得した。八代は、シリーズ9位に入った。仕様のマシンは、設計に問題があり、ガードナーは苦戦。シリーズ後半には持ち直したもののタイトル防衛を、できずに、シリーズ2位に終わった。 この年が GP フル参戦最後となる8台はシリーズ13位で終わった。2はガードナーのチームメイトにルーキーのミック・ルーハンが加入する。この年の主役は HRC のロスマンズ・ホンダチームではなくアーブ・カネモト率いるロスマンズ・カネモト・ホンダチームのエディ・ローソンだった。前年はヤマハで3度目のチャンピオンを獲得し、この年ホンダへ移籍したローソンは4勝を挙げ、 タイトル連覇を果たした。一方ガードナーは第3戦ラグナセカで右足骨折の重傷を負い満足にシーズンを戦えずシリーズ10位に終わった。ルーハンはシリーズ9位でデビューシーズンを終える。ワガードナーは一時的に金本チームからの出場になったが怪我の影響が残りシリーズ5位特選。一方のルーハンは第14戦ハンガロリンクで 初優勝を果たし年間シリーズ3位に入る、活躍見せた。は、ヤマハのウェイン・レイニー、鈴木のケビン・シュワンツと三つどもえの激しい、タイトル争いを展開したトゥーハンが3勝を挙げ、シリーズ2位に入った。一方のガードナーは怪我の影響が残り、未勝利でシリーズ5位に終わる。エースライダーとしての地位を確立させていたトゥーハンには、新たに、 不当感覚位相度爆方式のニューエンジン、通称ビッグバンエンジンが与えられる。開幕4連勝を飾ったドゥーハンに、初のタイトル獲得が期待されたが、第8戦、8戦の予選で転倒し右足に重傷を負う。この後長い間彼を苦しめることになる。この怪我によって、ドゥーハンはシリーズ終盤の4戦を欠場し、ヤマハのレーニーにチャンピオンシップを逆転されてしまう。 怪我の言えないまま最終戦キャラミに強行出場し最逆転を目指すが、レ2ニーに先行されわずか4ポイント差でチャンピオンを逃す。一方のガードナーは開幕戦でまたも右足を骨折し、数戦を欠場、復帰後の第11戦ドニントンでこの年限りで GP を引退することを発表した。ガードナーはそのドニントンで優勝を飾り、自らの引退に花を添えた。 は引退したガードナーの代わりに同じオーストラリアのダリル・ビーティーが加入さらにルーキーの伊藤慎一が抜擢されてロスマンズ・ホンダは三大体制となった怪我の後遺症に苦しみ左手の親指でリアブレーキを操作する特別仕様のマシンでシーズンを戦ったトゥーハンはシーズン一勝シリーズ4位に終わった BT も同じく一勝でシリーズ3位伊藤はシリーズ7位で デビューイヤーを終えた。1993年限りで、ロスマンズが、スポンサーから下り、HRC ワーカー、青、白のトリコロールのマシンでシーズンを戦うことになった。だいぶ怪我が言えたドゥーハンは6連勝を含む、シーズン9勝という圧倒的な強さで、念願の初チャンピオンに輝く。これから長く続く、ドゥーハン先生時代の幕開けであった。 BT に代わりチームに加入したアレックス・クリビーレはシリーズ6位、伊藤はシリーズ7位に入った。よりスペインのレプソル・ユーフがメインスポンサーにつき、チームはレプソル・ホンダとしてシーズンを戦うことになった。ルーハン、クリビーレ、伊藤のライダーラインナップは変わらなか。ルーハンは第12戦ブエノスアイレスでシーズン7勝目を挙げ、シリーズ2連覇を決める。 クリビーレは1勝を挙げ、シリーズ4位、伊藤は続いて、シリーズ5位に入った。シーズン、チームは4大体制に規模を拡大する。ドゥーハンとクリビーレが引き続き NSR500 に乗り、伊藤と新加入の岡田忠幸は、新しい v ツイン社の NSR500V の開発を兼ねて参戦する体制となった。シーズン8勝を収めたドゥーハンが、シリーズ3連覇を飾り、 2勝を収めたクリビーレはシリーズ2位に入る。岡田はシリーズ7位、伊藤はシリーズ12位で終わる。伊藤はこの年が最後の GP フル参戦となった。もう4大体制は継続し、ドゥーハン、クリビーレ、岡田が NSR500 を借り、新たに青木拓馬が NSR500 ボルトを買った。ドゥーハンは一人だけ新開発の等間隔爆発エンジンを使用た。 レプソル・ホンダはチームとして15戦全勝を果たし、中でもドゥーハンは年間12勝という手のつけられない強さを見せて、これまでジャコモ・アゴスチーニが保持していたシーズン最多勝6を更新してシリーズ4連覇を果たす。岡田は第14戦のセントゥールで自身の初優勝を果たしてシリーズ2位に入る。クリビーレは2勝を収めたが、 第7戦圧戦で重傷を負ってしまい5戦を欠場、シリーズ4位に終わった。タクマはシリーズ5位に入った。第2戦鈴鹿、第3戦ヘレス、第9戦ニュルブルクリンク、第14戦セントールの4レースでは、レプソル・ホンダのライダーが表彰台を独占する、活躍を見せた。シーズンはタクマに代わりセテジベルナウが NSR500V に乗る4大体制になった。 NSR500 勢は3人とも、スクリーマーエンジンを使用することになった。ルーハンは、年間8勝を収め、第13戦、フィリップアイランドで、地元のファンを前に、シリーズ5連覇の偉業を達成した。2勝を収めたクリビーレは、シリーズ2位に入った。岡田は、第4戦ムジェロで手首を骨折してしまい参戦を、欠場、シリーズ8位に終わる。ジベルナウは、 シリーズ11位だった。チームはマシンライダーとも前年度と同じ体制を継続する。6連覇のかかったドゥーハンは第3戦ヘレスの予選中に激しく転倒し重傷を負う。シーズンの残りを欠場することになり、結局そのまま現役を引退することになった。代わってエースライダーの攻めを負うことになったクリビーレはシーズン6勝を挙げ、一戦を残して、 第15戦リオで自身初のチャンピオンを決めた。岡田はシーズン3勝を挙げ、シリーズ3位に入る。ドゥーハンの欠場後は NSR500 に乗ることになったジベルナウはシリーズ5位に入った。第6戦カタルニアでは1位クリビーレ、2位岡田、3位ジベルナウで表彰台を独占した。はクリビーレ、岡田、ジベルナウが残留し、 NSR500 の三大体制を継続することになった。この年チームは大苦戦し、エースのクリビーレはわずか一勝でシリーズ9位に終わる。岡田はシリーズ11位、ジベルナウは15位に沈んだ。一方、1983年よりチームに在籍し続けたチーフエンジニアのジェレミー・バージェスはバレンティーノ・ロッシの 500cc クラスデビューの目に作られた新チーム。 ナストロ・アズーロ・ホンダに移籍し、ロッシのデビューイヤーシリーズ2位獲得に貢献した。シーズンは2大体制となり、クリビーレのチームメイトに、ウカワ・トールが加入したが、苦戦は続き、クリビーレは、わずか2回の表彰台でシリーズ8位に終わる。ウカワは、第2戦キャラミで3位表彰台を獲得し、シリーズ10位だった。一方、ロッシとバージェスのナストロ・アズーロ・ホンダは2年目に、して、 ワールドチャンピオンを獲得する大活躍を見せた。500cc クラスがモートジッピークラスへと改編されたバレンティーノ・ロッシュはワークスチームに移籍し、ウカワと共に新しい4ストローク 990cc マシンの RC211V を借ることになった。バージェスも同時にチームに復帰している。当初は RC211V はワークスチームの二人だけが使用していたが、シーズン終盤には、サテライトチームライダーのアレックス・バロスや加藤、大二郎にも供された。ロッシュは、シーズン11勝を挙げる圧倒的な強さを見せ、4戦を残して、シリーズ2連覇を決めた。宇川は1勝8回の表彰台を獲得し、シリーズ3位に入った。2は宇川に代わり、 前年度の AMA スーパーバイクチャンピオンのニッキー・ヘイデンがロッシのチームメイトになった。ロッシはシーズン9勝すべてのレースで表彰台を獲得する強さを見せ、2戦を残してシリーズ3連覇を決めた。ヘイデンは2回表彰台を獲得し、シリーズ5位でデビューシーズンを終えた。シーズン、ロッシはバージェスを引き連れてヤマハに移籍し、代わりに ベテランのアレックス・バロスがヘイデンのチームメイトになった。二人とも勝利を挙げることはできず、バロスはシリーズ4位、ヘイデンは5位に終わった。2は、バロスに代わりマックス・ビアジがヘイデンのチームメイトになる。ヘイデンは地元のラグナセカで初優勝を果たし、シリーズ3位に入った。ビアジは未勝利でシーズン5位に終わり、この年限りでモートジッピーのシートを失った。 のヘイデンのチームメイトには、前年の 250cc クラスチャンピオンのダニ・ペドロサが加入した。ヘイデンはチャンピオン争いをリードしていたが、第16戦ポルトガル GP で、ペドロサがヘイデンを理に抜こうとして両者がクラッシュ、リタイアする最悪の展開となってしまい、最終戦を前にバレンティーノ・ロッシにチャンピオンシップのリードを許すことになった。しかし最終戦バレンシア GP では、 スタートに失敗したロッシが5周目に点灯、レーズに復帰するも回に沈み、マージンを得たヘイデンは3位をキープする安全策で、自身初のワールドチャンピオンにいた。年間勝利数はわずか2勝だが他に8回表彰台を獲得し、前述のエストリル以外では完走、ポイントゲットを果たす安定度で得たチャンピオンだった。ペドロサは、シーズン2勝シリーズ5位で最高峰クラスへの、 デビューシーズンを終えた。シーズンも、ヘイデンと、ペドロサのペアは継続し、新たに 800cc の RC212V で、シーズンを戦うことになった。当初は、マシンのパフォーマンスは、今一つだったが、シーズン中盤には改善し強さを見せていった。ペドロサは2勝を挙げ、シーズン2位に入ったが、前年度チャンピオンのヘイデンはマシンへの順応に苦しみ、未勝利でシリーズ8位に沈んだ。 シーズンもライダーに変更はなかった。シーズン途中に、ペドロサがタイヤをブリジストンに変更することになり、ヘーデンは引き続きミシュランタイヤを使用し続けたため、互いのタイヤデータの漏洩を防ぐため、チームのガレージには二人を隔てる壁が設置されることになった。フィアットヤマハチームでもシーズン当初から同様の事態が発生している。ロッシュがブリジストン、ロレンソがミシュラン。ペドロサは、 シーズン2勝シリーズ3位、ヘイデンはまたも未勝利でシリーズ6位に終わった。ヘイデンはこの年限りでチームを去り、ドゥカティマルボロチームに移籍することになった。は、ヘイデンに代わりアンドレア・ドビツヨーゾがペドロサのチームメイトになり、シーズンを戦った。ペドロサは前年と同じくシーズン2勝シリーズ3位。ドビツヨーゾは第10戦イギリス GP で初優勝を挙げて、 シリーズ6位となった。またドビツヨーゾ社のサスペンションは、第13戦3割の GP より、長年チームが使い続けてきた昭和から、オーリンズ製に変更された。もペドロサドビツヨーゾの体制を継続。このシーズンからは、ペドロサもオーリンズ製サスペンションを使用することになった。この年から、ホイールも自社製から、マルケ G2 社製に変更されている。ペドロサは、 第14戦日本 GP 金曜フリー走行でのマシントラブルで鎖骨を骨折し3レースを欠場したもののシーズン4勝を挙げて年間ランキング2位を記録した。ドビツヨーゾは未勝利でシリーズ5位となった。シーズンはドゥカティワークスよりケイシー・ストーナーが移籍しチームに加入する。これによりレプソル・ホンダは以来となる三大体制を築くこととなった。 ストーナーが10勝を挙げると同時に第2戦と決勝が中止された第17戦以外のすべてのレースで表彰台に上がるなど圧倒的な速さで2007年以来の2度目のシリーズチャンピオンとなりドビジオーゾは優勝こそなかったものの17戦で15レースをトップ5でゴールする安定性を見せ自己ベストとなるランキング3位ペドロザーは 第4戦での点倒で3戦を欠場したものの3勝をアンゲンキング4位となり、レプソル・ホンダチームのチームタイトルとホンダのコンストラクターとストーナーのライダーと合わせ2006年以来のチャンピオン3冠をヤマハから奪い返した。シーズンはドビツヨーゾがヤマハへ移籍したことで再び二大体制に戻ることとなった。この年はストーナーが5勝、ペドロさんが7勝を挙げるものの、 両者転倒による負傷で欠場などもあり、チャンピオンを逃し、ペグロサがシリーズ2位、ストーナーはシリーズ3位という結果で終わった。シーズンは前年限りで現役引退したストーナーに代わり、前年の元にクラスチャンピオンであるマルク・マルケスが加入した。マルケスは第2戦で早くも優勝を飾ると、シーズン6勝を挙げるとともに、ノーポイントとなった第5戦と、 第16戦以外はすべて表彰台に上がるという、ルーキーらしからぬ、安定感と速さでチャンピオンを終えした。ペドロサは3勝を挙げたものの、前年同様に転倒による怪我で欠場もあり、シーズン3位で終えた。チームとしては、ホンダのコンストラクターズタイトルは獲得したものの、チームタイトルを逃す結果となった。シーズンも、前年同様のマルケス・ペドロサの体制を継続。マルケスが、 開幕戦から8区の10連勝を挙げるとともに、97年にルーハンが記録したシーズン最多勝ちを更新する13勝で2年連続のチャンピンを獲得した。ペドロサはシーズン1勝、この勝利がマルケスの連勝を止めることとなったが、結果的にチームとしては11連勝となったに終わるとともに、終盤2戦でのリタイアも響き、シーズン4位という結果に終わった。 この年は2年ぶりのチャンピオン三冠を獲得している。シーズンも同じ体制で参戦。マルケスは5勝したが、リタイア数が6回と上回り、ペドロサも腕の治療により、序盤参戦を欠場したため終盤に2勝を挙げた。ものの、ヤマハの2人に差をつけられる形となりタイトルは得られず、シーズン成績はマルケスが3位で、ペドロサが4位となる。シーズンも、 体制を継続し参戦。優勝者が多数現れる大混戦となったが、シーズンを通して好調だったマルケスは、日本 GP での5勝目でチャンピオンを獲得する。メーカータイトルもサテライト勢の活躍により、獲得したが、ペドロサが1勝で、ランキング6位にとどまり、終盤には転倒で欠場したため、チームとしての成績を上げることはできず3冠は、逃してしま 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。